一点特化すれば個性。そんな個性を持つのが黒肩ゾウムシなのだ。この虫の個性は見ての通り、その圧倒的な体力なのだ。コスト3として破格の1000という体力は、多くのコスト4や一部のコスト5のカードさえも凌駕する、とんでもない数値となっているのだ。反面攻撃はたったの200しかなく、コスト1程度の火力しか出せない貧弱な数値となっているのだ。この極端な数値によりこの虫の評価は分かれるのだ。肯定派の意見としては、やはりその体力による壁性能が評価されており、否定派の意見ではやはりその攻撃の低さが問題視されているのだ。つまるところデッキによるという結論になるのだ。サミレモローにアンパンされるのはつすぎるけど。それじゃ、またね。バイバイ。